さちこさん、七夕のお話ししましょう。それの声に出してみてください。おお、ひこぼし、ひこぼしはどこですか？なぜ私は天国の有志の娘で、ですか？ジュミちゃんね。それは、ルミエットとジリエットの日本ご飯のようなものです。そうですか。しかし、この部分には様子ですが、それはないです。それはないですか。父よ、夜来てください。私は毎日職員に目を出てきます。こんにちは。猪木さん、こんにちは。私たちは読書のための練習を しています。しています。また、七夕祭りの舞台に参加します。私の役割は堀姫です。チエミの役割は彦星です。牛の音ができます。もう天帝の役割を探しています。ああ、猪木、どうして天帝の役引く気ませんか？面白いですね。織姫、一年に一度一生懸命働いているの、野原、なら、またあるでしょう。一緒に歌いしましょう。ささらのささら、ささら、ゆの木に揺れる、お星様キラキラ、スケギスな子、五匹の大短冊、私がいた、お星様キラキラ、ニラゾラから、